皆さんこんにちは。東京アント協会のモーセ・デニシヒカルです。今日は人生のターニングポイントというテーマでお話をさせていただきたいと思います。私はですね、クリスチャンホームに生まれですね、両親、祖父母がですね、クリスチャンの家庭に生まれ育ちました。しかしですね、ある時からすごくその生活が堅苦しく感じてしまってですね、教会に行くのも億劫となってですね、教会から自分自身をですね遠ざけるような生活をしていた時期がありました。しかしですね、そんな中なんかいろんなことがうまくいかなくなってですね、この行き詰まりを感じた時にですね、母親から連絡があったんですね。当時19歳の頃だったと思うんですけれども、その時にですね、私は免許を取ろう、バイクの免許を取ろうとしていたんですね。で、母はですね、電話でこういうわけなんです。あなたがバイクに乗っていてこけてしまって、事故に遭う夢を見たというふうに言うんですね。で、これはですね、この体のいい脅しなのかと思いまして、頭にきてですね、すぐ電話を切ったんですけれども、あるですね、一つのことが私をですね、私に心によぎったわけなんですね。それはどういうことかと言いますと、神様はですね、私たち一人一人にですね、語りかけを、また導きをですね、与えてくださるわけなんですね。で、それは私も、まあ、教会に通っていたので、その教会の中で聞いていたので、知っていました。で、それをですね、まあ、母が神様からそういうふうにですね、語りかけを、受けたということをですね、導きを受けたと言われた時にですね、ちょっと引っかかったわけなんですね。で、それでどうしてもそのなんかこの交通事故に遭うということがですね、心に引っかかりました。で、そしてですね、確かその時一緒にだったと思うんですが、母はですね、その、お金で、免許を取るはずのお金でですね、海外に教会でアメリカに行ってお祈りしたり有名な牧師さんのですねお話を聞いたりする、そういったですね旅行があるから行かないかというふうに、まあ、それにお金を使えというふうに言ってきたわけなんですね。で、どうしてもその自分が交通事故に遭うというですねイメージがですね拭えなかった私は、まあ東京ディズニーラン東京じゃない、ロサンゼルスのですねディズニーランドにもとユニバーサルスタジオにもですね行けるということだったので、まあいいかと思ってですね行くことにしました。しかしですね、その、時ですね行ったことによって私の人生はですね大きくですね一変していくわけなんですね。まあ、どういうことが起きたかと言いますと、その有名な牧師さんのですねお話を聞いた時にですね、私の中がですねこう内側が全く変わってしまったということに気づいたわけなんですね。まあ、それはどういうことかというと、まあ、聖書に書かれているその今まで聞いてきたメッセージであったりとか、聖書に書かれているのはイエス様が私の罪の身代わりとなって死んで3日目によみがえられた、私の罪の身代わりとなってくださった、この救い主として信じることなんですけれども、それがですねより具体的にですね私がこう感じることができたわけなんですね。で、その後牧師になる勉強をして牧師にさせていただいたんですけれども、どういう具体的に私の人生にこの変化によってですねどのような素晴らしいことが起きたかをお話したいんですけれども、で、具体的に神様が私に行くようにですね、まあ、母を通してですけれども語ってくださって、その語りかけにですね、まあ、押し出されるように従うことになったんですけれども、そのことを通してですね私の人生自身ですねすごくいっぱいの神様のですね愛をですね見ることができたわけなんですね。まず一つはですね、以前もこのクリスチャンの寄り道でお話をさせていただいたことがありますけれども、長男がですね生まれた時にですね重度の難聴で全く耳が聞こえていない状況で生まれてきました。で、病院の先生に言われたのはですね、治ることは奇跡ですというふうにですね言われてしまったわけなんですね。まあ、要するに医学では不可能だという意味なんですけれども、しかしですね、詳しいことは今日は省きますけれども、長男はですね、本当に癒されて小学校1年生の健康診断の時に1回だけですね
引っかかったそうなんですけれども、それ以外はですね、この聴力検査で引っかかることなく今高校1年生となってですね、楽しくですね生活をして人生を楽しんでいます。また長女、次女なんですけれども、次女はですね、分離不安症というのにですね小学校1年生の時になって、学校に行けなくなったんですね。で、小学校5年生6年生の時に奇跡的に行けるようになったんですけれども、再び中学生に入って全く中学校に行けなくなってしまいました。で、そのような生活が続いたんですけれども、高校に入ってですね、その高校も神様がはっきりと導いてくださったんですけれども、その中でですね通信制に行くことになったんですが、今ではですね、アルバイトに行けるようになるまで彼女自身がですね解放され癒されていきました。で、本当に今振り返ってみても、この私はこの一つ一つのその問題にです通してですね神様に頼りお祈りしたんですけど、神様を知らなかったらどうなっていたのかと想像もできないんですけれども、本当に素晴らしい神様の助けの手をですね私の人生の中に見ています。本当に私にとって特別な選択であり、人生のターニングポイントとなったアメリカへの旅行でした。最後まで聞いてくださりありがとうございます。